これもカリフォルニアトイ、フェラーリ、カリフォルニアトイです。これもリサイクルショップで560円ね。新品って書いてありますね。新品で、だから新品で書いてあるから、やはりどっか従業員かなんかが、新品で、どっかのお店行って買ってきたんじゃないかなと。という形ですね。だから最近リサイクルショップも突っ込みどころが満載なんですね。リサイクルショップって言うと古いものを売るから誰かが使ったものを売るからリサイクルなんですが、新品を堂々と売っているというね、リサイクルの意味がねえよみたいな、もうそういうツッコミどころが満載なんですよね。リサイクルショップですよって言っていて新品売ってるっていう、どういうことやみたいなね、座布団何枚あげましょうかみたいなね、もうそんな感じでございますけども、それのものでして、これはカリフォルニアトップっていうね、ものの真ん中です。ちょっとこういうでかいのはねちょっと開けにくいので、ブリスタは本当にそういうところがねよく開けにくいんですね。ずるずるでちょっと苦心しておりますが、で、これも、感じで、これが、こういう風に入ってるんですね。で、カリフォルニアトップってやつですね。これがフェラーリのカリフォルニアトップ。でこれはカリフォルニアトップじゃない、カリフォルニアティーですね。でこれは、全てのカリフォルニアモデルの特徴となってきた、優美な優雅さ、スポーティーさ、多様性およびエクスクルージビリー特別性を継承したフェラーリカリフォルニアティー、新型 V8 ターボエンジンに代表されるさまざまな最高性さ先端技術が導入され、3855cc の V8 エンジンは最高出力 560cv、1リッターあたり出力はこのクラスのエンジンに最高となる 145cv リッターを搭載。トランスミッションは7速ギアで、最大トルク、7速ギアで最大トルク 755N。を発生する。ボディ側面のシェイクは、250テストラスターの有名なポンツーンフェンダースタイルからインスパイアされたもので、コンパクトかつマッシブなリアに向かって流れるフロントウィングラインによってボディ側面に優れたエアロダイナミクス性能と達成感を与えている。で左右ハンドルをまあ設定しているということでして、これが新車ですと2450万です、ね、でこれカリフォルニアティが2014年の4月から2017年の11月までも販売されていた、スプレムブラグとの、まあ、共同によりまして、トミカとブラグが、まあ、共同で作ったと、いうものですね。まあ、最近トミカはね、フェラーリがやっとこそ許可を取ったということもあって、フェラーリのトミカはどんどん出してきますね。 ですので、まあ、こういう車なんかもね多分出してきたんじゃないかなと思うんですが、まあ、なかなかこのフェラーリのね T もいいですね。こういう風になってて、で通常のやっぱり今までの赤のフェラーリとこういう色のフェラーリとまた違って、こうワインレッドの赤っていうかね、あのブドウワインの赤みたいな、そういう色合いのいい感じの色合いがいいですね。でホイールを除けばやっぱりこう高級感がある作りになっていて、こうやってね眺めてもね、この鏡みたいにこう反射されてるっていうのがなかなかいいなと思うし、出来は非常にこれボディの作りなんかはいいかなと思いますね。でこういう風に内装なんかもこういう風になってるということで、非常によく作りがよくできてるなという感じで、
まあ、実際手に取ってみたらちょっとわからない部分もあるかと思うんですが、市場によく、まあ、ホイールを除けばなんですが、ホイールを除けば市場によく、7尺円と、言われても、まあ、いいんじゃないかなというところでございます。ただ本当にやっぱりそれだけに、まあ、何回も言ってしまって申し訳ないけど、やっぱホイールですね。これがいけんのですわ。だからホイールさえ良ければ、ホイールさえもっと7尺円も出して買うわけですから、やっぱり子供がね、7尺円も出して買う、まあ、税金はかかってしまいますが、買うったらやっぱり大金だと思うんですね。ですから子供にとってはやっぱり1000円はね、一桁、ゼロが一桁、1000万円ですから。ですからもう700円だったら7000万みたいな。ね、そんな金額の感覚なわけですから、やっぱり700円というとやっぱり小学生とか中学生にとってはちょっときついね。正直言うとちょっと厳しい、きつい金額になるので、やっぱりそういった中で、やっとこそこう買いに行くっていう感じですから、まあそういう子たちが多い中で、それを考えるとね、もうちょっとこのホイールがこんだけ安っぽいっていうのは、ちょっとこれはどうなんだろうかと思いますね。むしろある意味、このホイールでよくフェラーリが許可取ったなというふうにまあ思うんですが、もうちょっとホイールはこれは、あれだね、もうちょっと強襲のホイールなんかがね、もっと良かったですから、まあ強襲ができて、なんでトビカができないんじゃんっていう突っ込みどころがあるので、もうちょっとそこはね、やっぱり強襲にも昔こういうサイズぐらいのね、フェラーリのミニカーとかありましたけど、あれは非常によくできてましたけども、そんであれは500円ぐらいでしたかね。当時サークル系サンクスのもので500円ぐらいで売ってて、強襲のミニカーって、ね、今からね2008年とかぐらいだから、もう10年以上前ぐらいです。10年ちょっと前ぐらいかなに売ってましたけども、まあそれで500円ぐらいで手に入るって、あの出来の良さですからびっくりしたんですけども、まあそれができるぐらいだから、トビカとしてもね、ちょっとこのブラゴでせっかく協力したわけですって作ったわけなんだから、やっぱりそこのホイールの部分だけは、もうちょっとしっかりと、真剣にもっと作ってほしいなというところがあります。ですから今後こういうシリーズを出してくるのかはね、わかりません。あるいはこれブラゴと、まあ、トミカの、まあ、コラボということなので、多分このシリーズは、多分おそらくはフェラーリを出して でそれで終わる可能性もまあ高いので、あるいは今度はランボルギーニっつってフェラーリ出したらランボルギーニとかポルシェとかね、もしかしたらそういった車も出してくるのかもしれないんですが、まあなかなかこういった、まあ、コラボ企画っていうのは、まあ、後々を考えれば、まあ、多少なりとはちょっと価値がつくんじゃないかなと思うので、まあそういった点でも、まあ、お買い求めになってみても納車をしてみてもいいんじゃないかなと思います。しかしこのブドウの、ね、ワインのようなブドウ酒のようなこと色合いっていうのがなかなかいい色で、さすがにこうフェラーリだなと思いますね。フェラーリもほら最近ねトミカターンでね出てきたりしてますから、まあそれと一緒になって遊んでいただいても非常によく合うと思いますし、まあこれでまたフェラーリのディーラーのところにこうやった車がまた一つね、いい車が納車したよっていうところで、そういう点でもまた非常に魅力を感じていただける、より楽しい世界を築けるんじゃないかなというふうに思いますね。というわけでどうもありがとうございました。